はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、近場の釣りにやってきました。先週になるのかな、先週はあの対岸にいたんですよ。今日はこっち側、三佐港っていうのかな、そこのバス停見たら前ね、三佐港って書いてたような気がするんですけど、今新港っていうのかなっていうバス停になってました。さっきね、ここ一回ここから骨なんていうのかな、今橋の付近なんですよ。まあこんな感じでいつもの場所に来てます。はい、こんな感じで、まあ、そこスクラップ置き場があって、こう橋ね、橋があって、こっち今日財線がいっぱいちょっと止まってて、本当はもっと向こうでやりたかったんだけど、もう入る場所がない。この船っていうかな、このクレーン付きの なんていうのかな、これがね、何隻止まって5隻ぐらい止まってて、だからあんまり釣る場所がないなみたいな。で、向こうの方にももう釣り人が奥の方にも1人2人入ってて、もう釣り場所全然なくて、ちょっとこっちの方に来たといった感じです。で、なぜか風がね、今日見てる通りこう吹いてんのよ。向こうの岸壁側見えるかな、岸壁ね。だから向こうから、そうそう、向こうからこっちに吹いて風が吹いてるから、向こうの岸壁の手前がペタッとなってるでしょ。うん、そういう感じです。なんですかねあの、いや、風の方は どこ見ても北風ってのになってたんですよ。完全に東の風ですよね。ちょっと意味が分かりません。まあでも6時ぐらいになると一応なんかほぼ無風になるみたいで、まあまあまあ今からだったら風が止むかなという感じで、まあとりあえず今日はここでやっていきたいと思います。はい、ということでタックルを組んでいきたいと思います。今日は久々にちょっとこれを使おうかなと。フルフィールド、これさ、竿袋違うはずなんだけどね違うと思いますけど、中身とちょっと違うって感じです。はい、今日はこちらですね。同じこうフルフィールドっていうのがあってるけど、フルフィールド使用サイチヌ0653と書いてある、こっちか、0653でございます。そのうちね、 A1 クラシックゼロスペシャルという、まあ、15、6年前のこの竿の上位モデルね。これエントリーモデルなのよ、上位モデル。まあ大工でその時だとチヌタはこの2種類しかなかった。これが下のモデルね。で、1個上のモデルと2種類しかないんでね、そのうちまた A1 クラシックゼロスペシャル手に入れようと思ってます。なかなかね、中古で出てても高いのよ高い普通にですよ、普通に3万円超えるんですよ。定価4万5000円ぐらいなのよ、そもそもねなんか大根竿ってね、なんかね、プレミアがついてるんですよね。別にね、今の機能としてはそんなにいい機能というか、まあカーボンしろ技術にしろね、今と比べたら当たり前けど絶対下なんですよ。だけど、まあ大根好きの方がね、狙ってるのかわかんないけど、なんか高いんですよね。はい、ということで、リールですね。リール、いつものアルテグラ C2000 番ですね。C2000 番です。はい、これでやっていきたいと思います。まあ今日ものんびりチョコです。のんびりチョコがね、まあ楽だよね。楽だよね。楽なんですよ。で、今日はね、ちょっと浮き何使おうかなと思って、このね、自分が持ってきたチヌのタックルボックスには大体これが入ってるんですよ、うん、このまあ T ランサーと T の NT トップ仕様のこの浮きがね、で、こっちに、釣り券の浮きが様々入ってて、まあ一番でかいの分かりますね、これLLC ね、うん、ちょっと LLC に関してまあまあ後で話すか今日はね、棒気を使おうかなと思って、今日これ出しました。これはですね、東屋浮き、ちょっと見えない、東屋チヌスペシャル400の8ですね、の 3B です。3B です。400って何だったか、これが400だったかな。銅が400か。銅が400の8、400の8の8っていうのは、ここは8ミリとか、確かそんなんだったと思います。今日はね、この東屋浮きを使ってやっていきましょう。やっぱりね、この長い浮きをちょっとね、半分ぐらい沈めてやるのも、チヌ釣る人は楽しいわけですよね。まあ大体、まあ自分は、まあこれね、3B で乗せると 3B ってこの辺なのよ。ゼロ浮力がね。このトップのここら辺になるのよ。大体この辺ぐらい。ここか。うん、この中、あの、なんていうか、このトップよりもちょっと下で、これが 3B なのよ。だから、半分まで沈める
まあ東屋さんは確かね、このレモンが見えるか見えない、この赤より下ぐらいじゃなかったかな、海面がね。それが出合わせるから、なんかね、この浮力的にややこしいよね。実際には浮力合ってるっちゃ合ってるのかもしれないけど、なんか素人向けではないよね。はい、ということで、とりあえずこれでパパッと組んでいきたいと思います。パパパッと仕掛けを組みました。わかる？わかります？です。で、今棚も測って、棚が今どれぐらいかな？今まだ今から道で、上げに3分ぐらいかな？です。で、これで今水深どのぐらいかな？だいたい 5.78 ぐらい。6ないんじゃないかなっていうぐらいですね。まあ、見てくるとマックスで 8にならないか、 7.78 とかぐらいになると思います。はい、ということで、あ、そうそう、ハリスね、ハリス、まあ、ハリスとかハリとかまあいつものやつですけど、ハリスで C が150-1号と、ハリは今日これ、オーナーのキンチヌ2号です。カットチヌ、カットキンチヌ、なんか昔からある名前みたいな感じだよねということで、まず巻き絵作りたいと思います。今日の巻き絵ですね。今日の巻き絵、これ前回残り、前回あの向こうの端っこで坊主だった時の残りです。だからこれ何、麦黒鯛か、麦黒鯛、なんかそんな名前の宗教鯛なんだっけはい、うん、あのちょっと臭い麦のやつね。で、今日これ置き網、4分の1角です。4分の1角、うん、これ一角の半分なんで、まあ、4分の1角ですね。で、修行体、チヌ煙幕となっております。はい、ということでこれをささっと混ぜて釣り開始したいと思います。はい、ということで第1弾のチヌ釣れました。キビエです、体長10センチから11センチぐらいです。リリスすぐリリスね。オッケーオッケー。いや今ね、当たりがね、なんかおかしいなみたいな、あの動画で当たりがって言うとしたけど、当たりがねちょっとちっちゃくてね、すごいちっちゃくて、重りを変えたのよ。重りを 3B と 3B に変えた。さっき 3B と B だったんですよ。で、3B と B で、ここまで沈む。3B でここなのよ。で、3B と B でここまで。ここかな。緑が入るか入らないかぐらい。で、もうちょっと沈めたいなと。ちょっと今、表層が吹いてるから、もうちょっと沈めたいなと思って、3B と B に変えて、ちょうどここ。うん、このね、トップ、この長い、ここまで沈んで、あ、ちょうどいいなと思ってたら、一回こう、スーって入って、また出てきたのよ。あれ？どっちかな、当たりかな、どっちかなと思ってたら、こうスーそのままたスーって一目盛り入って、あ、これ当たりっぽいなと思って合わせたら今のがついてましたです。で、そのこのね、これがあのここかここかでどう違うかというと、あの餌がある位置が変わんのよ今、棚的にちょうど、ここで餌がトントン、そこトントンぐらいです。だこんだけ、なんていうの、浮いてるっていうことは、あの簡単に言うと餌がこの分10センチぐらいそこから切って浮いてる感じになるので、ちょっと自分がやってたのとちょっと違うなと。なんか今年というか、もう水温的にあんまり浮かないだろうなと。どっちかといったらそこトントンか、そこちょっとこうそこを引きずるような釣りの方がいいのかなというのが自分の頭の中にあって、だから浮いてたからちょっと自分とは想定が違うなというので、ガン玉をちょっと 3B とプラス B から 3B とプラス 3B に変えて、あ、これだったらまあちょうどかみたいな感じでした。はい、とりあえず坊主ではないよね。皆さんに問いかけ、とりあえず坊主ではない今のちなみに黄色の置き網ね、うん、まあ、ちなみに今 3B つけて1投目だったね、こちらが、はい、こんな感じね、こんな感じ、3種類持ってきます。黄色のオキアミとノーマルのオキアミ加工と、これはグレーにはこれだか、
で、ちょっと赤くなったオキアミ。3種類あるのは分かりますよね。今年の5月に作ったオキアミのやつですよ。一発でしたね。黄色に反応したのか、まあ、棚を変えて反応したのか、まあ、正確にはずっとどっちか分かんないんですけど、まあ、本当 3B3B に変えて1投目やったんで、おいい感じだな。だから当たりかどうかっていうのは最初分からなかったんで、どっちかなんで。はい、こんな感じでした。よっしゃ。まあ、とりあえず、今日の目標はですね、タモイエサイズ。1匹。タモイエサイズ。1匹。です。頑張ります。はい、ということで、時刻は16時32分となっております。ちょうど今夕日がね、夕日がめちゃめちゃ浴びておりますけど、そうですね。状況的にすごく厳しいかなといった感じでございます。なんていうのかな、こう、まあ、今ちょっと仕掛け投げてるんだけど、昨日一目盛り入るんですよ。あの東洋駅で一目盛り入って出てきてみたいな、もうその後反応なしとかね、そういうのが多いんですよ。で、1回だけこう1目盛り、2目盛り、3目盛りってこうゆっくり入ってきて合わせて一瞬なんか乗りかけたんだけど外れたという、ちょっと重量感があったから多分それチームじゃなかったんかなっていう感じのが、あの1回だけありました。それから多分なんかフグが来るようになったから、もしかしたらもうそのチヌがかけ損ねたから、あ、ここら辺やべえと思ってちょっと逃げちゃったかもしれない。そっからなんかね、当たりがおかしい。それがだいぶ前、あのちっちゃいキビレ釣った2、3頭、4頭後ぐらいじゃないかなにそれがあって、それからあのちょこちょここう一目盛りこう入るような当たりがあるんですけど、針がなくなったのも3回です。いや、それも全部一目盛りスーって入って、ちょっとこう何秒かな、5秒から10秒して出てきてとか、あとなんかよく見るとちょんちょんちょんってなんかなってね、一目盛りいかないぐらいのちょんちょんってなってて、まあ、それは波かもしれないなと思って回収したら針がないとかね、そういうのが多いんですよ。いや、厳しいなみたいな。すげえ厳しい。で、風が未だにこうずっと吹いてる。いつや、天気が合ってる、これ。まあ、吹いてても、もう今影響ないんだけど、ただちょっと、潮がね、動いてないんだよ。あの潮は満ちては来てる。結構満ちてきたんだけど、潮自体動いてないから、この風の影響で、あの、この湾、これ湾内ですから、本当にね、これ奥どん詰まりなんですよ。こう見ると分かるんですけど、これね、奥。右か住友科学なのか、左が王子製紙か、うん、あ、どん詰まりなんですよ、ね、こう見たら分かるんですよ、ここからこう見て奥どん詰まりなんですよね。こっちが王子製紙です。でこっちが、住友科学ですね、うん、あそこの森ぐらいで多分分かれてるはずです。で、このどん詰まりのもんだから、こう完全なこう湾内なんですよ。湾内っていうか、どん詰まり湾内というか。だからこう、潮をこう通す流れではないんですよ、ここね。だから潮の流れがだるいというか、なんていうか、だらだらしてるというか、まあ奥だからね、当然その、綺麗に流れないんで、まあ、ちょっとあの、風とかが吹くと、この表層の滑りっていうのが鬼のように発生するというね。潮動かないから。まあ、問いながらね、あの、まあ、のんびりできる場所であるのよ。ちょっと風が、欲しいなみたいな感じです。だから逆に言うと、ここはね、北西、北風とか北西に関しては風速10メートルでも釣りができる場所です。風が通さないんで、あと周りもね、工場だったり民家があるからすごい風よけになるんですよ。だから北西だったら、まあ、ちょっと後ろからにこうなるけど、まあ、全然できなくはないんですよね。だからまあいいとこなんですけど、潮の流れ的にあんまりこう流れないから、だからこう半誘導でのんびり釣れるっていう、まあそういういいメリットもあるんですよね。餌残ってますね。残るか、針がなくなるかみたいな、もうそういう感じ。今ちょっと黄色のオキアミつけましたけど、こういう感じです。そろそろ一回棚を測って、ちゃんとした棚で、1時間ぐらい経つんでね、1時間以上経つ。棚全然見てないんで、一旦ちょっと棚を見て再度狙っていきたいと思います。